怖いか。立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援が全力注ぐ。いつか登り着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう。魂自分を任さないで半端に古い気持ちじゃ諦めもつきやしない。たとえばな今回を上に刻むんだ。やりたいものやりたいこと行きたい場所全部捨ててビクビクするのもワクワクは自分次第せいや。やめたいやらないけどやさ親そうな心の声自分だっているか。どこへ向かってとかわからない。そんな時もあるさなら走り抜けろ。夢は仲間たちを変えてそれでもまだ追い続けてやめたチャンスが君を待っていたから。立ち上がろうとせ一人一人に大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。ヒッピーでした。来週には広島在住でオリコン1位になるという夢を叶えた後、11月にピース
ストップというフェスを開催します。今ある幸せを、そしてさらなる未来を皆さんと築く、そんな朗らかなピースアクションをしたいと思います。よろしく。戦争を知らない僕たちは特に朗らかにこの未来を描いていってもいいと思うんです。そこにはしっかり愛を持って、ある程度この街は先輩たちが作ってくれたんだという思いを持って、朗らかに胸張って生きていっていいんだと思います。胸張って楽しんでいいんだと思います。だからこの瞬間最高に楽しみましょう。終わらないまだ気づいたら走り出してた。歌いましょう。せーの。知らなくていい身のことなんて、努力と才能はセット。生まれくれたこれ体操じゃない、また自分の寄せに気づいてない、夢は逃げて夢積み重ねようなり、明日の夜が捨て、あの空にでは届いたのか、
オリコン1位になるべく、あの後ろで CD を販売させてもらっております。もしゲットしてくれたら一緒に写真撮らせてもらいたいです。でサインもポストカードを配らせてもらうんで、よかったらあの後ろにある分販ブースに集まってもらって、僕と写真撮ったら皆さん漏れなく子供になりますから、ぜひオリコン1位にさせてください。どうぞよろしくありがとうございました。何より楽しみに帰ってください。ぜひ分配って小顔になってください。よろしくお願いします。本気がマジで伝わりました。皆さん、ここにいる皆さんでキンピンさんをオリコン1位にしましょう。よろしくお願いします。マジかっこいい大先輩です。最高でした。